ル様になるために死ね。うるせえ。そんなもんのために死んでたまるか。どこからミケッティオとは。ほい、ということで今回もやっていこう、いきたいと思います。ほいってことで、宿舎に戻って休もう。戻ってきた。おかえりなさいませ。はい、ぐっすりとお休みします。ええ、また明日。これは普通に投稿していく感じかな。何かしら会話があるんかと思ったら、そんなこともなく普通に投稿普通に投稿ですか。なんかイベント始まるんかと思ったわ。なんか人少なくない？こんなもんか？いつももっとおるような気がするんだが、普通に投稿してきたね挨拶してくる人も誰もおらんかった。寂しい。投稿完了。もらったいいね、ゼロ。お、なんだ？聞いたか、アマミエルナの件。あ、一緒にはいなかった、うん、ということなんだ。古星奈優に代わって風紀委員会の委員長に収まったって。え、マジで我々も早く奴らに対抗できるだけの力を手に入れなければ。周りからしたら、なんで急にあいつがってならん。天体観測部のなんかふわふわした女の子やったんやろ。UR ウォッチの開発進捗は、どういう。ベース部分の開発はほぼ古星奈優はどうなったん。あとは最終調整だけなんだけど。どこ行ったん？なんか崖からこっちを眺めるとこまでは見たけど。え、行方をくらましたとかそういう感じ？どうしても解けないの。何かのきっかけさえあれば解明できそうなんだけど。ね、この騒動の渦中におる子らはそうかもしれんけど。そうか。ただの一般生徒的には意味わからんくない？なんか。副委員長。その未完成の UR ウォッチだが、私が預かっても問題ないと。天体観測部の子がなったって。え？いいけど、使えないよ。UR ウォッチって誰のやつ？ラントのやつ？預かるとか言うけど。わかった。じゃあ、ラント君に預けておくね。でも、完成してないけん使えんってことかな。クーカはラントに未完成の UR ウォッチを手渡した。でも、どうしたの？どうも胸騒ぎがするんだ。何？それとウォッチと何の関係が？あれかな、まあ、今日どうする？とかそういうことかな。 YSP クラブの一度部室に集まらない？今後のことについて話し合った方がいいと思うの。アマミエルナも動き出したみたいだしな。まったく、とんでもない相手が現れたものだ。エルナちゃんになったわけなんやね。え、でもさ、風紀なんだ、バケーラがおる風紀委員長じゃなくなったはなくなったでさ、みんなアンドロイドとは思ってないんやけん、普通に投稿してなかったらおかしいよね。おかしいど。何？体のあちこちがムズムズしてチクチクして。それは飲みとかではなく。おで、この感じ嫌だ。あれか。なんとかしてほしいど。悪霊に飲みがおるかどうかは知らんけども。迫る殺意の爪。何さ、怖っ。バケーラの体に異変が起こっているらしい。そういえば YSP クラブの部室に入ってからピリピリと不穏な気配を感じるような気が。嫌な予感がするが、バケーラの話を聞いてみよう。何？部室に？え、てかなんか経験値めっちゃあるけど、どうした？またなんか強い敵出てくるんやないの？先駆者たちの技術革新2巻。ほら、2巻になったなんか。やったね。ん？なんか3匹。なんか、え、3人とも？体が変なんだど。ミケッティオ関係ということか。どうしたんだよ。道に落ちてるもんでも食ったのか？そういうので体調不良になったりもするの。んなことするか。まさか。何？え？何何何何何何？うわ、ちょ。あ、吸い込まれる。引っ張られると。吸い込まれよる。いけない。合体のやつやね。合体するやない。ほら、ほら来た。ミケッティオ。不穏な空気ね。お前、この前の。何？ここで戦闘とかもしかして？おいおい。マジかよ。本当にマジかよ。そうか、やっと分かったぞ。え、でもさ、ミケッティオと戦う時って陣平どうなる？俺様の3つに分かれた体をやっと元に戻せたと思ったが、どうやら
俺の体はある人間と接触し、そいつに心を開いてしまったようだ。めっちゃ仲いいよ。そのせいで体が再び分離したがっている。てかさ、なんかいろんな感情に分かれたんだろう。お前がいると俺が完全復活を遂げられないではないか。みんなふわふわしたいい子やけど、なんでいい子が3人集まってこんな凶悪になるのかがわからない。そういうわけでお前には消えてもらう。俺、まあ今の話の流れではそうだろうな。けーかかか、せいぜい泣き叫べ。その方が俺様も楽しいからな。あ、性格。こいつどうだ、俺様のルックスから来る圧迫感。ルックスに圧迫感があるかどうかは分からんけども、いやでもなんか、アップルパン、ひょろっとしとってなんかちょっとあれかな。恐怖、豆腐、何の話をしてるの。絶望、マンボウ。もうなんか間抜けな話にしか聞こえないんですが。全然違うだろうが。みんななんかすごいキョロ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 見よるし。万歳だ、ね、まあいい、早速死ね。クルー戦闘。そうだ、今こそあれを。何、オッチ。いやでもそれはラントが。ん、何あれ。首輪、首輪や。これは俺様を長いこと封印してやがった、あの首輪か。おい、あれって確か未決定を制御するためのもの、そういう話だったな。あ、そっかそっか、前にそういえばなんかゲットしとったね。忘れとった。おー、そんでどうするんだ。どうするんだろう。つけただけじゃ別にどうもならんってこと。でも苦しんでない？そんなこと言われても。なんだ、使い方知らねえのかよ、ビビらせやがって。あ、何、焦っただけで別に痛いとか苦しいとかあるわけじゃないんか。俺様の爪で引き裂いてやる。おい、やばくねえか。確かこいつ最終兵器みたいな扱いだったよな。そんなやつと敵対しても無理よ。どう考えても勝てねえだろ。確実に無理よ。そして今陣平は変身できないでしょ。ここは引くぞ。引くってどこに。病院の裏にある森は木に紛れればそう簡単には見つけられないはず。よし、とにかくそこに行くぞ。てかさ、目の前で作戦会議したけど大丈夫かな。丸聞こえじゃない。そうだ、逃げろ逃げろ。病院がどこにあるか知っとるか。逃げる虫けらを追い詰めて殺すのは気分がいいからな。ねえ、私はちょっと逃げる系は苦手よ。緊張感が。何、どこに行けばいいの。学園エリアの病院。いきなり現れたかと思えば。聞いていた通りのやつだ。世界を滅ぼす邪悪な力だったか。やだ、カウントダウンされおる。これか病院。とにかく陣平君を守らなきゃ。病院の裏にある森まで急ごう。この道か。とりあえず見つけれた、よかった。なんか敵いっぱいおるんやけど。無視してたんでいいんかな。あ、よかった。とりあえず目的地にはたどり着いたっぽい。ここまで来れば大丈夫だよね。それにしても厄介な奴に目をつけられたね、陣平君。最終兵器に目つけられたけんね。くそー、いきなり何なんだよあいつ。エンマって人の話だと、あいつが私たちの切り札なのよね。うんうん、どうにかして味方につけなければ。あんな危険な奴、どうやって味方にしろっていうの。何かしら。かなり難しいんじゃないかな。未決定よりメリットがないと無理よね。え、でもあれじゃない？あの、こんなところにいたのか。運に使ったよ。こんな開けた場所におったら意味ないやん。なんか、強いやつと戦うのが楽しかったりとかするんじゃないにせんのかな。一緒にエイリアンと戦おうみたいな。嘘！もう追いつかれたの？けっけっけっけ、なかなかいい表情をするじゃないか。その顔、もっと恐怖で歪めてやる。次こそ。ああ、来た、来たよ。俺様が完全な俺様になるために死ね。うるせえ、そんなもんのために死んでたまるか。どこから。けっ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 け。元気だな。少し遊んでやるか。ほら、なんか別の団体やん。なんか止まっとる、何。
なんかエルダン力の加速とかそういう感じ。黄昏乱れ打ち。普通に吹っ飛ばしたけど、え、どこ行った？あ、おったおった、え、消えた。なに、どこ行った？体が動かん。あ、やらせねえと。あれは、あ、ジッペ君、みんなが抵抗しよるんや。この隙にどこか遠くへ。どこか遠くへ、どこよ。なに、また今のうちに逃げるんだ。なに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 、どこに行けばいい？どこに逃げればいいの？商業エリアのビーチ。海は商業エリアのビーチ。猫は水が苦手って言うでしょ。わかった、海だな。ビーチに出た。どこですか。あ、びっくりした。味方側のやった。こっちか。うい、敵がおる。しかし無視していくやつ。え、なに、全然たどり着けんけど。いえいえ、逃げずよ。襲来まであとちょっとしかないよ。お、え、着いた。あ、なに、動いた動いた動いた、目的地が動いた。ビーチまで行かんといかんのやもんね。あ、じゃあちょっとずつちょっとずつ示してくれよるってことか。なるほど。あ、そこまで行ったらまたなんかカウント、うい、カウントがまた復活するってこと。どこや、こっちよね、ビーチ。よし、何あれ、ちっさ。来てよ、ビーチまで。でも丸見えやけど大丈夫なん、これで。おっしゃ、さっきとメンバーが違う。ここなら大丈夫なんだよな。まあ全員一緒におるっていうことなんやろうけど。でも猫って言っても妖怪だし、通用するのかな。うん、別に溺れるとかもないんじゃないかと思うけど。次の隠れ場所考えといた方が良さげじゃね。まずここは隠れられてないしね。と言っても屋内は他の生徒を巻き込むかもしれないしな。外も十分人おるけどね。その必要はないぞ。商業エリア通ってきたし。え、はや、え、はや、むしろ今までなんで追いついてなかったぐらいのスピードやけど。お前たちはここでバラバラに切り刻まれるんだからな。このこと言ってやっぱダメじゃん。もうどうすればいいの、困る。困る。叫べ叫べ、命乞いをしてみろ。楽しそうだな君は。なに、また爆炎だと。来たよ、ほら周り人おるやん。最高にやばい。もうすでに変身しとった私。弱点とかねえのかよ。猫じゃらしはどうだ。あ、変身できた。あ、ミキ、想像したらちょっと可愛いかも。吹っ飛ばされた。超前言ってる場合。助けていい、ミストシャドウに切り替わって、なんか壁に。けいけいけい、ちょっと待って、どこにおるんか見えない。これで決めてやる。見えない。ダークルーサー、またか、俺様の体のパーツのくせに。あ、またしてますか。パーツじゃねえ、あたいたちは一個人だ。そうだそうだ、今のうちだと。なに、お前ら、もしかし、なに、砂漠エリアの峡谷地帯、どこ。バキエラたちが時間を稼いで、この隙に逃げるっしょ。砂漠エリアの峡谷地帯はどうだ。かなり複雑な地形をしている。複雑な地形考えてる余裕ないよ。そこに向かおう、ジンペイくん。めちゃくちゃ街中に被害起きとると思うけど大丈夫なんすか。どこや、こっちの方か。一応なんか目印っぽい感じでさ、いろんな悪霊がおったりとかはするけど。あ、この辺じゃない。あれ、なんかちょっと遠ざかりよるような気がする。大丈夫か。え、待って、どこ。待って、危険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 。あ、こっちや、こっち、こっちからや。なるほど、こっちっすね。なんかいっぱいあるけど。あ、こっちや、こっち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 。待って、峡谷エリアどこ。あれや、ここか。完了だ。確かに入り組んだ感じではあるかも。これは隠れてるね、うん、どう。でもあのスピードで来るんやろ、無理じゃない、大丈夫なん。周囲に奴の気配は感じないが。気配消すとかできるんやない、なんかめっちゃ出てきたけど。やっと逃げ切れたってことか、よっしゃー。いや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 、そんなわけないだろう。ほら、あー、おった、上から速攻で背後にバーンけど。ジンペ君、ウィー、あー、危険危険、周り硬い岩もいっぱいあるのに。何か手はないのか。何、首輪に文字が。
何呪文的な。え、猫にまたたび。え、猫じゃらしじゃなくてまたたびの方。さあいよいよ死ね。何あれ、写真撮ってアップにしたってこと？ちょっとよくわからんねえけど、仕組みが。こうなったら一か八か。ジンペイ君、猫にまたたびって言って。え、言葉？なんでそういうこと。またたびを用意するんじゃなくて。なんでもいいから。わかった、猫にまたたび。なんだ、人兵じゃないと意味ないんかな。封印されるわけじゃなくて、なんか痛み、人兵元気が走るの。大丈夫。なんだかわからないけど助かったぜ。なんだかわからないけどよね。くそ、首輪が動き出しやがった。力が抜ける。やった、これでミケッティを制御できる。なんて間抜けな制御の仕方。制御だと、調子に乗るなよ。でもほら、あの言葉言われたら速攻で力抜けていくんや。全員島釣りにあげてやる。ジンペイ君、おう。お、来るぞ、もう一回。猫にまたたび。なんか間抜けな感じやね。おいおい、この辺にしとこうぜ。これでもう手なずけれるんじゃない。皆さん面白そうなことやってますね。来たよ、エルゼメキア。ここでさ、ほら一つ手を取って、私も仲間に入れてちょうだい、ね、手を取って戦うんじゃないか。ふざけるな。違うのかい、ミケッティを。特にそこの強烈猫ちゃん、面倒になる前に消えてほしいな。やっぱここのことは強そうっていうのわかるんよね。というわけで、ここで新たなワンちゃんキャラを召喚。何？また犬？やっぱ猫には犬で対抗してくるの。なんか来た、なんか来た、なんか来た。犬？クマみたいな感じにも見えた。え？うわぁ。それが怖い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 。ピットブルと申す。はあ、依頼され人を殺める家業を生業としておる。殺し屋。お主らにこれといった恨みはないが、これがそれがしの生きる道ゆえ。周りもなんか許されよ。ダルメシアンみたいな。なんか犬っぽいやつらが出てきたぞ。ダルメシアンみたいやし、なんかあれみたい、何スターウォーズかなんか出てくるやつらみたいな。しかもすごい強そう。あんな出てこなかったっけ。もう勘弁して。ムキムキやん、やば。宇宙の殺し屋。もうなんかミケッティをゼイゼイなっとるよ、大丈夫なん？くそ、この首輪さえなんとかできれば。一瞬戦ってくれたら別に大丈夫なんじゃないかな。またこの子とは直接対決ではないのね。それじゃ早速あいつら始末してくれる？見たところ年派もいかぬ子供ばかり。なんか丁寧は丁寧な感じ。さぞかし悔しかろう。だがそれがしも鬼ではない。せめて最後の時を過ごさせてやる。はあ、ちょっと何言ってるの。何、どういうこと。私たちがこのまま逃げるとは考えないのか。時間をくれるの。そんなつもりが毛頭ないことぐらい。お主の目を見ればわかる。その戦士の目を見ればな。七へ向かう覚悟ができたならばこの場に戻ってくるがいい。は、準備を整えておいでってことやね。ようやくすればせいぜい楽しい時を過ごすのだな。勝手なこと。なんでワンちゃんって言うこと聞かないやつばっかりなの。自我があるね、なんかみんな。とりあえず、え、とりあえずここまででこんな経験値をくれるんすか。ここなんでクロワッサン峡谷って名前なんだろう。立ち並ぶ岩が層になってるからじゃないかな。
なるほど、そうかもしれない、今ここで本当は驚きの真実が隠されていたりしてね。とある没落貴族が黄金のクロワッサンを埋めたとか、大スペクタクル冒険の番が始まりそう。あ、僕今何してるのかなみたいな。ちょっと気になる。初めに気づくべきだと思う、確かに。そして深く落ち込むんだ、サスペンダーの愛を疑ったことに。うん。パチパチパッチン、この音色はどんな人も受け入れる。パチパチパッチン、この響きはどんな悲しみも積み込む。つまり何が言いたいかというとね、もっと多くの人にこの素晴らしい癒しの世界を知ってもらいたいんだよ。ね、どうかなパチパッチン、手伝ってくれないかな。いいけど別に。パチパチパッチン。ありがとう、ありがとう。さあ、君も一緒に。パッチーン。あ、求人ボードを出すんだった。はい、どうぞ。今、目の前にめちゃくちゃ強そうな奴がいるんだよ。逃げた方がいいよ、君。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、ぜいぜいなりよるけどもミケッティオ、普通に戦うんかな。ミケッティオはまだ仲間に加わらないのこの状況で